それでは郵便バンドさんすぐ入っていただけるということで、はい、はい、どうぞ。今日はですね、いつものメンバー2名かけておりまして、その助っ人に謎に出てくれたのがレイシル、そして金子さん、どうもありがとうございます。どうも毎度のことなんですけどね、もうすっかり郵便バンドのメンバーとしてお願いしております。今日はなんかまったりした感じで、すごいまったりと進んでおりますが、ずっと気になってたんですが、私のことご存知ですか？初めてですか？本当ですか？本当ですか？私は知ってる、なんでだろう。知ってますよ、なきゃいけない。いや、とてもね、美味しかったですか？赤いお皿。¿Qué pasa?
ありがとうございます。